レオポルディーネ・リザネク・ガウスマンは、オーストリアのドラマティック・ソップラノ。通常は略称で、レオニー・リザネクと表記される。なお、生は、出生地のウィーン方言であるリザネクとする表記も、見られる。また英語圏では、ライザネックとなる。ウィーンで生まれる。父親は、チェコ系。1946年からオルテアン・フォン・ラドニーに支持し、1947年9月には、 奨学金を得て、姉のロッテと共に、ウィーン音楽院で、アルフレート・イエルガートルドルフ・グロスマンに指示した。1949年6月に、インスブルックのティロル州立劇場で、ウェーバー、マダンのイテアガーテで、オペラデビューしたため、音楽院から退学処分を受けた。リザネクはその後、グロスマンの下で、個人レッスンを受け、後に二人は結婚する。 1949年にオーディションを受け、1950年に、クラーツ、クラーゲンフルト、ボルフスベルク、ウィーンフォルクスオーパーで客演。同年から1952年に、ザールブリュッケン歌劇場に所属し、初録音も行った。ここで彼女は、ビーラント・アーグナーの目に留まり、1951年の、バイロイト音楽祭の復活に際して、ワルキューレ・ジークリンデとして招かれた。 ビーラントは彼女の独特で若くて美しい声と彼女のまたとない演技力が相まってセンセーションを起こすと確信したのである。彼女は人よにしてスターになり、ジークリンでは彼女の歌手人生を通しての当たり役となった。1952年には1948年にザールラントとフランスの間で締結された文化協定に基づき、 パリのシャンゼリゼ劇場とミュンヘンで、リヒャルト・シュトラウス、アラベラとベルナエック、ペール・ギュントを客演している。同年、リザネクは、ミュンヘンのバイエルン国立歌劇場に入団し、1954年まで、同歌劇場に在籍した。ここでは、リヒャルト・シュトラウスのソプラノの主要な役の多くを歌い、その力強い高音域と力強いドラマティックな存在感で、 理想的な演奏者となった。エジプトのヘレナタイトルロールのほか、影のない女、皇后、エレクトラ・エレクトラ・クリソテミスなどである。また、ベルディ、マクベス・マクベス夫人、マスカーニ、カバレリアル・スティカーナ・サンティッツァ、プッチーニ、トゥーランドット、トスカ、ケルビーニ、メデアのタイトルロールなどを歌っている。1953年からは、世界中のオペラハウスで客演を行った。 同年に、ロンドンのロイヤルオペラハウスを訪れた際は、ダナイの愛ダナイを歌い、大きな衝撃を与えた。その後コベントガーデンでは、クルソテミス、ジークリンで、トスカ、ワーグナー、ローエングリンエルザとリハルト・シュトラウス、バラの騎士、元水夫人などの役を演じた。1954年には、ミラノスカラザでもクルソテミス役でデビューした。1954年に、 ウィーン国立歌劇場にさまよえるオランダ人全体で客演デビューした後、1955年には正式に入団し、1991年まで定期的に同歌劇場で歌った。北米には1956年にサンフランシスコオペラで全体役で初登場。その後4年間、ジークリーンでトゥーランドット、ベルリ、仮面舞踏会アメリア、 運命の力、レオノーラ、アイーダのタイトルロール、エリーザベとマクベス夫人などに出演した。彼女のメトロポリタンオペラへのデビューは、1959年、ベルリー、マクベス・マクベス夫人であり、公演から解雇されたマリア・カラスの代役であった。彼女は芝叩く間に、ニューヨークの聴衆の喝采を浴びた。それ以降、リザネクは主にニューヨーク・トウィーンで公演を行い、 他の場所にも時折ゲスト出演した。彼女の長いキャリアの中で、メトでは24の役と299回の公演に出演している。主な役に、リヒャルト・シュトラウス、ナクソス島のアリアドネタイトルロール、同じく、シュトラウス、影のない女皇后、そしてヤナーチェク、カーチャ・カバノバー主役、ベルリ、ナブッコ・アビガイルってなどがある。 彼女は1996年1月にチャイコフスキー、スペードの女王伯爵夫人として、メトに別れを告げた。バイロイト音楽祭では、ジークリンで、ローエングリンエルザ、サマヨエル、オランダ人全ンタ、タンホイザー・エリーザベと、パルジファル・クンドリーに出演している。ザルツブルク音楽祭には1958年に、ベルディのレクイエム・ソリストとしてデビューし、その後、 影のない女皇后に出演した。彼女の最後の公演は、1996年8月のザルツブルク音楽祭のエレクトラ・クルテムネストラであった。ウィーンやニューヨークでは、彼女は当時の大スターの一人であり、一般の人々に絶大な人気を誇っていた。ウィーンの中央墓地の名誉の墓彼女は、引退から数ヶ月後にウィーンフェスティバルのキュレーターに任命され、 71歳でウィーンで死去するまで務めた。2日後、メトでワーグナー、ローエングリンがベン・ヘップナー主演で開催され、リザネクの思い出に捧げられた。ローエングリンは1985年から1986年の公演でリザネクがオルトルートを歌っていたのである。彼女はウィーン中央墓地の名誉の墓に埋葬された。2014年には ウィーンドナウシュタットのレオニー・リザネク通りが彼女の名前にちなんで命名された。リザネクの声は特定の役柄においてスピント・ソプラノとドラマティック・ソプラノの声にまたがっていた。彼女の声はドイツオペラでは若々しいドラマティック・ソプラノの上端とドラマティック・ソプラノの範疇に位置していたが、イタリアオペラの基準ではもっぱらドラマティック・ソプラノであった。通常の上の どの音では、時折ふらつくイントネーションと乾いた音が聞こえる時もあったが、五千歩の上では二十世紀の最も華々しい音色の一つが花開いた。リヒャルト・シュトラウスのオペラにおける高音の持久力は伝説的である。彼女は特にリヒャルト・シュトラウスの音楽に優れていた。影のない女皇后や、サロメタイトルロール、バラの騎手元帥夫人、エレクトラ・クルソテミスとして、 成功を収めた。彼女は、ナクソス島のアリアドネ・アリアドネ、プリマドンナや、あまり演奏されない、エジプトのヘレナや、ダナへの愛の主役を歌うこともあった。しかし、自分の領分を踏み出すことには慎重で、46歳の1972年まで、サロメに挑戦しなかった。一方で20代前半から62歳まで、ジーク・リンデー役には取り組み続けた。 彼女は、ワーグナー、トリスタンとイゾルデは完璧に敵役だろうという周囲の思惑にもかかわらず、イゾルデ役のオファーを避け続けた。彼女は1950年に、インスブルックで、ワルキューレブ・リンヒルデを歌っているが、この役に戻ることもなかった。彼女はインタビューで、同僚のビルギット・ニルソンへの大きな尊敬心が、それらのソプラノの役を回避した要因なのだと述べている。 驚くべきことに、彼女は、ワルキューレの公演と同じ週に、ベルディ、リゴレット・ジルダとしても出演したことがある。このあまり知られていない異業は、より頻繁に研究される、ワルキューレとベルディー新京都を同じ週に演奏したマリア・カラスの異業に匹敵する。リヒャルト・シュトラウスのソップラノは、プッチーニのオペラにふさわしい、優れた声を出すことが多いため、リザネクはしばしば、トスカ、 そして何回か、トゥーランドットを歌っている。彼女はまた、ベートーベン、フィデリオで特筆すべきレオノーレを歌った。ワーグナにおいては、彼女はしばしば、タンホイザー・エリーザベトを歌い、ローエングリン・エルザとオルトルートを歌った。彼女は20年にわたり、さまよえるオランダ人全体役を所有していた。しかし彼女が最も尊敬された役は、 リヒャルト・シュトラウスの元帥夫人とクリソ・テミス、さらには、ワルキューレ・ジークリンデであった。このような、力強く、よく計画され、表現力豊かな声のため、彼女は、多くのベルディの主役を歌うことも許された。特に、オテロ・デズ・デモナ、マクベス夫人、仮面舞踏会アメリア、ドン・カルロ・エリザベッタ、運命の力レオノーラ、および、アイーダなどである。彼女はまた、 1960年にメト初のナブッコでアビガイルテを歌った。彼女はこの役が自分にふさわしくないことに気づき、シーズン中に何度何度も歌唱し続けることで声の危機に陥ったが、そこから彼女は守備よく回復した。リザネ役の声の全体的な性質は1959年にレコーディングされたマクベス夫人で特に明らかである。 その時彼女は33歳で前世紀を迎えていた。低音域では若干空虚ではあるが、高音域では揺るぎない能力を伴ってそそり立つドラマティックな力と組み合わさり、マクベス夫人の高音域でのコロラロウラを操る高い能力を備えている。オーストリア人そして中央人として、リザネクもロシア、チェコなどスラブ諸国の音楽に興味を持っていた。 歌手の負担が大きいことで有名な古代ソプラノの役のうち、リザネクはトゥーランドットを歌い、メト、ウィーン、バイロイト音楽祭でパルジファル・クンドリーの成功を喜んだ。彼女が歌い始めた時は、キルステン・フラグスターとは存命中であり、ビルギット・ニルソンとアストリット・バルナイのボーカル能力のピーク時であった。リザネクはワーグナーのイゾルデや、ワルキューレ、ジーク・フリート、 神々の黄昏いずれかのブルンヒルでのどれかを歌いたいと密かに思っていた。しかし、1981年にカール・ベームは歌劇場のライブ公演ではなくユニテル映画でエレクトラを歌うよう彼女を説得した。1980年代から1990年代にかけて多くの偉大なソプラノ歌手のように徐々にメゾの領域に入り、 ドラマティックメゾソプラの役、例えば、サロメ・ヘロディアス、エレクトラ・クルテムネストラ、ヤナーチェク、イエヌ・ファコステルニチカ、カーチャ・カバノバー・カバニチャ、パルジファル・クンドリー、ローエングリム・オルトルートなどを演奏した。指揮者のジェームズ・レバインは、彼女は自分の中に常に炎を燃やしていた。このような激しさと、このような回復力と音域のある声を兼ね備えた人間がいるというのは、 驚くべきことだと述べている。作品、役柄、指揮者、録音年、レーベルウィーンのウォークオブフェーム。ありがとうございます。